好きな服着てるだけです。もともと19から22の時にブログやってたんですけど、アメブロね、今でいうインスタグラム的なやつ。その時にめちゃくちゃファッションやってて、お店やりだしてから結構、人のことやりだしたんで、あんまり自分のファッションやってなかったんですよ。で86キロまで29歳ぐらいで太って、今30キロ減量して、またそのブログやってた時ぐらい本気でファッションやってるっていう感じです。これはリッコエンスで、パンツがドルチェ&ガッパーナで、靴がボッテガベネタで、ここはクロマハーツで、これナンバーナインで、これがオールドのミルクボーイですね。でネックレスはクロムとボルチェです。原宿何年ぐらい前からいた？24ぐらいの時にうちのスタッフでゆうたろうって子がいるんですけど、その子が芸能界入るってことになって、でそれ心配でついてきて、僕東京絶対住みたくなかったんですけど住むようになりました。最近増えましたね。お店も結構人来るんで、やっと安定してきたじゃないけど、お店がいい感じになってきましたね。昔はもうここからお店がずっと並んでたんですか？めっちゃ並んでましたよ。もう人もなんか、大阪でいう心斎橋の道頓堀ぐらい人いたから、なかなか通るのも難しいぐらい人いたんで、お店もいっぱいありましたね。で最近はちょっとかそってるから原宿は僕が24の時にやったのかな、23か4の時やったんで、8年目、7年目か8年目ですね。24とか23の時は本当お店7店舗やってたんで、もう全然覚えてないですね。ちょっとありすぎてちょっと手に負えないみたいな。今はですね、90年代の裏腹をイメージして作ってるような感じですね。昔とはちょっと若干変わってて、昔はちょっとお客さん来すぎて、もうそんなテーマなんて言ってられなかったので、今は割と落ち着いてるんで、そんな感じでやってます。割と2047120とか、フェトースとか W&LT とか、もう90年代のフルーツみたいなイメージですね。もともと大阪でやってたんですけど、結構有名になっちゃって、東京でやってほしいみたいな声も多かったんですけど、なんかうちはスタッフを重視してるんで、一緒にやりたい子がいないとやりたくないんですよね、お店は。でその時に雑誌を見て、今の店長のムユアを見つけて、あ、このことだったら店やりてえって思って、ツイッターで DM して、1ヶ月後か2ヶ月後に店出しました。もともと僕の世代って古着屋って結構敷居高いみたいなイメージだったんですけど、それを結構払拭したかったんですね。だからすごい正直安っぽいことやってて、僕らリツイート企画だったり、ツイッターでこう人を呼べるような形でこう拡散をしてもらったりとか、お店で人を呼べるのには限界値があったんですね。その時にじゃあスタッフをおしゃれにして、顔もいい子も集めて、スタッフを有名にしようと思って、でお店がもう有名なんで、スタッフを有名するなんて正直簡単じゃないですか、1個の母体があれば。でそれをやっていてたら、芸能人になっちゃった子も何人もできちゃって、でそっからもう古着の需要が多分めちゃくちゃ増えたんですよね。でとにかく人とお店言うたら影響力をつけてやっていた感じかな、当時で言うと。一番は僕個人的にはゆうたろうが芸能界行ったことですかね。でお店で言うと、原宿のオープンの初日に王様のブランチ出て、もう放送もその日にしてもらって、でそっからこうバズって、3年で僕個人的には7店舗やれたっていう、その経験値はすごい個人的には
大きかったかなっていうのもあるし、本当にこうお客さんがいっぱい来てくれて古着に触れてもらって、古着業界全体の需要を作ったというか、経営的な面で言うとそこは意識してたんで、なんか自分のところが売れればいいとか思ってないから、もう古着は日本っていうその全体を僕は見て若い時からやってたんで、でお店も古着屋さんもいっぱいできて、それが一番嬉しかったかな第二の親というかそんな感じですかね。なんか僕自身どっちかといえば家にいるっていうよりかは原宿にいる時間の方が長かったりするんで、親とコミュニケーション取るよりも野田さんとコミュニケーションを取ってる時間の方が長い時もあったんで、そうですね、僕にとっては第二の親みたいな存在ですかね。僕自身人間としてダメなところもまだまだあるんですけど、まあ、そういうとこもなんだろう、ちゃんと叱ってくださったりとか、人間的にも少しは黒田さんと関わって成長できるようになったっていう部分もあるんで、人を育てるっていう部分がすごい長けてるというか、そんな人ですね。だけど毎日歩いてたからなんか日常の道みたいな感じ。日常の道ってないねいやなんか僕がやるお店は結構なんか探して見つけてもらう店が好きなんですよ。だから僕のお店は基本的に見つけにくいところにありますね。2分の1はやって、東京は4年間やったんですけど、2分の1創業したのは8年前なんで9年目ですね。そうですね、東京は去年の12月ぐらいに辞めましたね。シンプルになんか売り上げが悪いとかそういう感じじゃなくて、東京に疲れた僕はもう大阪引っ越したかったんですね、その時。まあ、2分の1は僕ががっつりやってたんで、まあ、僕がいるところにお店はあるっていう感じで大阪でやりだしたっていう感じですかね。今はもうパッドマーケット東京っていうお店を2分の1の跡地でやってるんですけど、今めっちゃ流行ってます2分の1はまあ一つの原宿のコミュニティになってたんで、まあかなりみんなショックだったと思いますね。パッドマーケットは、まあ、僕含め6人のオーナーで一緒にやってるんですけど、全員感性が違うから、まあ、集まる服も違うし、すごい時代に合ってるお店だなっていう感じでやりだしましたね。ハルトっていう子がいるんですけど、もともと2分の1のスタッフ でその子が2階でお店やってたんですね、一緒に。でその時に、まあ、あの子才能すごいんで、2分の1を辞める時にその子の才能を消すのはちょっともったいないなっていう頭になって、けど、まあ、このお店で例えば家賃払ってやっていくって若い子って難しいじゃないですか。だからまあ 5,6 人集めてみんなでやればそこのリスクは落とせるんで、みんな集めたっていう感じですね。僕はもう大阪にいてほとんど関わってはいないんですけど、まあ連絡しっかり取りながら、こうしていった方がいいんじゃないかとか、こういうふうにやっていきたいんですけどどう思いますかとか、そういう、まあ、経験上のものを僕がちょっとプラスするぐらいで、もうほとんど5人でやってるんで、それで半年でここまでのお店作れるんだったらやっぱすごいなっていう印象ですね。やっぱ意識レベルが一人一人自分がオーナーっていうことで、やっぱスタッフとオーナーの関係じゃなくて全員が対等に立ってるんで、まあそりゃこうなるかっていう感じでもあります。今のお客さん的にも、まあ、めちゃくちゃ感度高くて、やっぱおしゃれな子めちゃくちゃ多いんで、やっぱそこの絶対数を増やせるようなお店になってくれればなとは思いますけど、昨日も店頭いたんですけど、めちゃくちゃ平日で人来てたし、まあ、全員かっこいいから、いやーすげえなって、もうほんとすごいしか言葉出ないんですよね。まあ、経験もまあ、全然僕よりもないですし、周りのそのオーナー陣も、まあ、自分らで手探りで多分考えながらやってると思うんですけど、僕があの年だったらできないなっていう感じぐらいすごいですね。人思いのところが一番大きいですかね。まあ、自分のことより、まあ、スタッフだったり関わってくれてる人のためを中心にいつも思って仕事だったり接してくれたりしてるので、人のとの関わりを大事にしてるというか、まあ、日常から
楽しくやってるのがすごい印象的だなとは思います。まあ、元々その2分の1にお客さんとしてやっぱ行ってた時から本当に、まあ、自分以外でもそうなんですけど、人それぞれに合う、まあ、スタイリングの提案をしてあげたりとか、本当に似合わないものは似合わないって率直に伝えてくれる。まあ、自分も今そのこうスタッフとしてお客さんと話す時に意識してるところでもあるんですけど、本当に服を買って失敗してほしくないってところが一番あって、そこを忠実にその人のことを考えて常に服のことを教えてくれたりとか、高いものでも着させてくれて、似合う似合わないこういうのがいいんじゃないっていうところを具体的に表現させてくれたりとかっていうところで、本当に相手のことを常に考えてるんだなっていう印象は、もうお客さんの当時から今はこう身近にお店をやらせていただく上でもアドバイスとかもいただいたりしてるので、ここはすごいありがたいことかなですね。僕一応その2分の1がここの原宿にある時に2階で一スペース貸してもらってお店を最初にやらせてもらってて、2分の1が大阪に移転することになって、どうしても僕も古着屋を続けたくてどう続けようかっていうのをロダさんが考えてくれて、それでまあパッドマーケットっていう合同店みたいな感じのが出来上がったっていう形なんで、僕の古着屋のことも存続するのにうまく考えてくれたっていうのがまあ嬉しかったですね。まあ、単純にまあ古着が好きなんですよね。まあ、僕がファッションに助けられたことが多分人生の7割ぐらいはファッションと共に生きてきたんで、なんかそれをずっと人に伝えていきたいっていうか、若い子にファッションの楽しさをもっと伝えていきたいっていうのが一番大きいかな。多分50年後も同じこと言ってるし、多分もう死ぬまでファッションを人に伝えていきたいというか、こんなに自由なんだぜファッションってっていうのをやっていきたいですね。広がってる気はしてます。僕のがっつりファッションやってた時ってやっぱりちょっと変な格好すると批判受けたり、まあ、僕も人に見られることをやってたんで、まあすげえ言われるんですよやっぱり。けど今はでもファッションに流行りがなくなってきてる状態じゃないですか。今っていろんな界隈があっていろんな系統があって、なんかそれを認め合う世界線にあると思うし、若い子も俺らの時と違って、俺らの時は系統が違ったらなんだよあいつみたいな、結構そんな世代だったんですよ僕らって。けど今って原宿見てても系統が違う子が一緒に歩いてたりとか、共感する世代だと思ってるんで、もうそれがね、年取れば取るほどその下の世代は絶対そうなるでしょうし、今僕が一番ファッションやってて楽しいですね。うん、最初にパッと見でオーラみたいなの感じちゃうんですよ僕。うわこの子やばいなみたいな。僕ってすごい人のことちっちゃい時から見てて、京橋っていう駅があるんですけど、大学終わりに毎日そこで座って3時間ぐらい人間観察してるみたいな。であの人の歩き方は多分こういう人だなみたいな、すごいそういう風に見ちゃうんですけど人を。それが分からない子を結構才能を感じちゃうというか、でそれでパッてもう自分で育てたいってなって、でもそこからもその子に合ったやり方があるんで誰がどうとかは言えないですけど、そっちの方が楽しいじゃないですか人生ね、自分の周りが幸せで自分の周りがすごくなっていくのって一番楽しいから、うん、だからスタッフとかあんま思ってないかもしれないです。もうスタッフとかの関係じゃないです。だから一緒に全然2年も3年も住むし、もうその子の、ね、最初から最後まで責任を持ってその子が旅立つまではちゃんと見るじゃないですけど、親みたいな感覚ですかね。結構一緒にお店をやってるファミリーですね、うん、一応言葉にするとスタッフとは言うんですけど、基本は対等の立場でいるんで、あんま夢とか目標とか持たないタイプなんですけど、エレメンツとか高円寺にある後ろ前とか、まあ、今パッドもオーナーがいっぱいいて、正直同業者増やしてるだけじゃないですか。けどそれをやる理由ってなんかこうもう本当人の笑顔好きだから、こう鏡見た時の顔も好きだし、そういうのをみんな分かってくれてお店を多分やってくれてると思うんですね。で日本のアパレル業界の売りゃいい接客みたいなのが本当に嫌いで、ただそこを変えたいこれから。だから僕はその思想をこういろんな子をオーナーにして増やして、そういうお店が何個も増えちゃえばそれで徐々に変わっていくもんだと思うし、実際に多分今の原宿も大阪も含めて多分そういうお店って増えてるんですね。店員とお客さんが仲いいとか見てくれてる人とかも分かると思うんですけど、そこをもっと日本規模というか、まあ、企業も含めて、まあ、ビジネスと結びつくかは正直分かんないですけど、僕はやっぱ夢を売る仕事はそういうお仕事だと思ってるんで、もうただそれだけですね。
ずっとこのやり方で、もちろん参入もこう服パクられたりとか企業に取られたりとかいっぱいありましたけど、結局中でしか何も伝わんないから、いくら表面パクろうが中でしか分かんないというか、なんで流行ってる理由って絶対中身だから、だからその日の 100% を店員さんがお客さんに見せて、アスリートみたいなもんですよね、うん、だと俺は思いますね。店舗を持ちたいとは正直思ってないかな。それより楽に今言ったことが実現できると思うから、そこに重点を置くよりは、店舗自分のお店を増やして俺が忙しくなるよりは、こうやって若い子を育てて、その子たちがお店やって一人一人やってくれた方が効率がいい。正直飲食住は全部やりたいと思ってて、まあそれはもう想像の上だけしかなくて、ファッションかなやっぱり好きなことがそれしかないから、もうほんとそれだけでいい、もう全然俺は満足というか、うん、そこで何かを残したい、まだ何も残してないから、ね、それ残すまでは多分他のことはやんないかな、うん、自分の将来図は結構難しくて、けどこう時代を見てて3年後多分アパレル業界こうなってるなとかは全部は手に取るより分かっちゃうから、自分がどうって言われたら、で本当にこう自分の育てた子たちが全員成功してる未来だけ見たい。別にそれで俺が失敗してて借金何千万抱えてたとしても、なんか俺に関わった子たちが俺をきっかけで大成功してたらもう満足やね。それ以外ないかな。正直ね、古着屋以外考えてないというか全くない。俺はなんか古いものを自分が評価するのが好きだから、バイングも含めて今のものを評価するよりは昔のものを評価する方が好き。あとはこう新しく服を作ってあれするよりも、やっぱり、まあ、ちょっとリサイクル的な感じだけど、やっぱそれが好きかな。環境とかもいろいろそういうのも考えちゃうし、ファッションってこう人と出会うツールの一つじゃないですかね。で俺らの時って熱量はえぐかったから、いやだ雑誌乗りたいから、みんな言うたらもう雑誌乗りたいから、その日を最高を出してバチバチできてみたいな、歩いてうわ撮られなかったクソ悔しいなみたいな、乗ってるやつマジうぜえみたいな感じだったから、で今ってもうほんと個人メディアみんな持って自分で発信できちゃうから、そういう敵対心っていうのが割となくて、まあそれはそれで僕は好きだし、だから共感し合える世代というか、ファッションやってる子は特にそうだと思うし、けどファッションに対する意識で言うと正直昔の方がすごかった。情報もなかったし、自分らで手探りでやってたから何が正解かもはっきりしないし、もちろんファッションに正解なんてないんだけど、あの時は特に正解がなかった。見つけれなかった。もう自分で探さなきゃ、自分で足運ばなきゃ、自分の目で見なきゃ分かんなかったから、深かったなっていうのは思うかな。昔の人たちもそうだし、うん、とにかく本気でファッションやった方がいい。誰よりも何をしたらいいか分かんないんだったら本気でファッションやるべき。本気で、その本気で人によって違うかもしれないけど、絶対に本気でやるべき。もう自分が限界、あこれがもう俺限界だなぐらいやるべきだと思う。それ以外ない。そっから生まれてくるもんっていっぱいあるから、それが本質なの。本気でやれば人もついてくるし、言うたら出会いのツールってさっき言ったけど、出会いもできるし、そこで何かが生まれるじゃん。何がやっていいか分かんないとか、俺頑張ってるって言ってるやつって頑張ってもないし、口に言うやつは。だから本気でやった方がいい。俺はそうだったから、だから分かんないんじゃなくて今好きなことを本気でやる。もうそれ以外なくない。本質、それが本質なんだよ、うん。で具体的に何々っていうのは結構難しいかもしれないし、こう来てもらって相談受けるんだったら具体的には言えるかもしれないけど、けどそこで熱量と本気さがなかったら多分何やってもうまくいかない。上に行く上に行かないとかそんな関係なくて、その31歳こんな頑張ってんだったら若い子もっと頑張るなって思うし俺はそれはやっぱ伝えたいかな、うん、若い子には。